続いてなんですけども、明日は3月11日、東日本大震災から12年となります。また先月はトルコ、シリアでまた大きな地震もありまして、こういった災害については常に備えておかなければいけません。で、今日の特集は、あの無印良品で普段使いもできて美味しく食べられる備蓄術をお送りします。備蓄品を今探しに来たんですけど、一般に売られてるものでいいんですか？はい。備蓄用の保存食といっても特別なものではないんです。普段使いできる優れものがありました。うん、おいしい。災害時に発想がなかったです。災害時はもちろん普段でも美味しく食べられる防災士のアレンジ術も大公開します。さらに着るバッグです。えしまうことが万が一の時に役立つ話題の防災グッズも登場。誰でも簡単に無駄なくできちゃいます。防災士に教わる無印良品で備蓄のすすめ、必見です。今日お付き合いいただきますのは防災士の水口さんです。ご無沙汰しておりますね。はい、お久しぶりです。はい、水口さんはお二人のお子さんのお母さん、母親、そして主婦目線の防災アイディアが好評です。普段は講演活動や防災グッズの開発協力にも携わっています。これまでカルディやコストコ備蓄でも暮らしに役立つ独自の活用術を披露してくれました。そして今回はムジラーなる熱烈なファンも多い無印良品で備蓄。無印良品というのは備蓄にいいんですね。はい、おすすめします。食品も日持ちがするものが本当にたくさんいろんな種類があるので、災害の時特に同じような味が続いてしまう、それで食欲が落ちてしまうということもあるので、迷える幸せがあるというのはとってもおすすめなんです。そうなんですね。無印良品が誕生した当時はわずか40品目、それが今ではカレーだけでも50種類以上。まさに迷える幸せがあるんです。到着したのはよく私も利用するんですけれども、なんか美味しいものがたくさん揃ってるコーナーですよね。はい、そうです。まず最初にこちらのご飯にかけるシリーズおすすめいたします。備蓄品を今探しに来たんですけど、はい、一般に売られてるものでいいんですか？はい、もし電気が止まってもカセットコンロさえあれば簡単にできます。こちらは一番人気、台湾の屋台料理ルーローハンです。美味しいですよ ね。豚のひき肉、タケノコなど甘辛いタレがまたいいんですよね。はい、まあ、災害時はおにぎりやパン、カップ麺などに偏りがちなんですけれども、もう世界の味が楽しめるというのもポイントなんですよね。もし迷われるんでしたら、こういうサムゲタンもおすすめいたします。こちらですね、たくさんの食材が入っていて、タンパク質も、食物繊維も取れて水分も多いので、喉を通りにくい時にも食べやすくしてくれます。なんか災害時に備えるものでサムゲタンって発想がちょっとなかったですね。一つ大切なポイントだと思うんですけど、ここのご飯にかけるシリーズって賞味期限は、はい、2023年の11月まで持つので、しっかり常温で保存することができます。常温というのもまたポイントですよね。で、保存のポイントなんですけれども、防災士の水口さんも実践しているローリングストックという方法はご存知でしょうか？これ非常に簡単なんです。災害時を考えて多めに食材を蓄えておく、でその食材を定期的に食べると、で食べたらその都度買い足すっていう風に、こう備蓄の食材を入れ替え続けるというもの、それで賞味期限切れを防ぐというものなんですよね。無印は本当に種類が豊富ですし、いろんな味で飽きのこないローリングストックができるというところなんですよね。こうなるとちょっと聞きたいのが、はい、もう無印の定番って言ったら多分このコーナーだと思うんですよ。はい、こんなにたくさんカレーが並んでるじゃないですか。はい、カレーもじゃあ備蓄にはいいっていうことなんですかね。はい、おすすめします。なんか備蓄品を探すのがなんか楽しくなってきますよね。そうなるとね。そうですよね。これだけ種類ありますけど、例えば水口さんが選ぶとしたらどういったカレーになるんですかね。そうですね、もう最後に行き着くのはこれっていう、お家のこだわりビーフカレーって書いてますけど、
お餅っていうのがポイントなんですね。そうですね、あの野菜もゴロゴロ入ってて、ああこれが食べたかったんだよねっていうホッとする感じがいいですよね。それぞれのご家庭の味に最終的にはホッとするからっていう、はい、どうしても炭水化物に偏りがちで、タンパク質やお野菜が不足しがちなので、具が多いものおすすめです。確かに他だったら迷っちゃいますけどね、ビチク。でも迷えるのが楽しいんですけどね。はい、あのハンバーグのデミグラスソースカレーも美味しそうですよね。災害時にハンバーグを食べるっていう発想がなかったです。皆さん注目してください。大きさがすごいんです。大きさがこれゴロンと出てきた。大きいんですよね、はい、去年登場して以来大人気です。すごい、中からとろっとやっぱりチーズが溢れてくる感じがありますね。うん、かなりコク深いカレーですね。スパイスが効いていて、でハンバーグはもうとにかく食べ応え満点の大きさです。チーズのまろやかさがちょっとカレーの辛みとすごくマッチする感じ。普段食べたいっていう味、そしてお子さんが食べられる味っていうのがまたポイントになってくるということなんですよね。そして福永さんいかがでしょうか。やっぱりホッとするもので言いますと、お味噌汁なんて、ああやっぱ汁物は特に欲しくなりますよ。そうなんですよ。で無印良品には普通にこのお味噌汁も売ってまして、フリーズドライってお湯をかけたら食べられるというタイプなんですけれども、これもやっぱり一杯でもう必要な栄養素がしっかり取れるっていうのが大切なポイントになるわけです。体も温まりますからね。本当にホッとする味ですもんね。さて2018年の胆振東部地震では物流が軒並みストップ。スーパーやコンビニの棚はこのような状況になりましたよね。中でも野菜は特に手に入らなくて困った方も多いと思います。はい、こういった乾燥野菜もおすすめします。お家でですね、備蓄されているような缶詰もあるかと思うんですけど、缶詰だけだとタンパク質に偏ってしまうんですね。そういったものに合わせてアレンジが効くっていう、例えばパスタ茹でるときに一緒に戻してそのまま具として使うとか。日常でも使ってらっしゃるんですね。そうですね、もう日常からちょっとこういう備蓄を使うことで普段の家事を楽するっていう風にしてます。そうなんですね、はい、いやでも本当にこういうの備えておくって大切だなと思うのが、あの胆振東部地震の時ですよ。本当に僕野菜不足でした、はい、だからもうあのスーパーの棚にね、野菜が並んだ時のあの瞬間の気持ちっていうのはなんかもう忘れられないっていうかね。そうですね、やっと手に取れたっていう時の感動はすごかったですよね。そうですよね。それまでの間しっかり自分の体を保つために野菜っていうのはポイントですね。はい、さあここで防災士そして主婦目線を生かした水口さんの簡単アレンジ術をご紹介しましょう。炊飯器がなくてもふっくら美味しい炊き込みご飯ができるんです。それを実際に災害時でも使えるような作り方を実演していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。使うのは無印良品の炊き込みご飯の素、たけのこご飯、具材とだしのセットです。まずはじめにここの熱に強いビニール袋に2000枚を入れます。次にたけのこご飯の素をこの中に入れていきます。最初に全てもう袋の中で合わせるような感じなんですね。はい、そうなんですよ。今回は2合のお米で3杯分を作ります。1袋に水を 120ml ずつ、そして具材を入れますが、たけのこも結構入ってるんですよね。ここでポイントです。袋の中の空気をしっかりと抜いてからポリ袋の先端部分を結んでください。その後30分ほど浸します。30分経ちました。それではこれを茹でていきます。今ですね、お鍋の中にはお皿が入っています。お皿を敷いておいた方がいいんですね。はい、袋が鍋底について溶けてしまわないように敷いてあります。では入れていきます。もう袋丸ごとお腹に入れちゃうんですね。はい、このまま湯煎してしまいます。そしてお米ですね、なるべくこの水温が下がらない方が美味しく炊けますので、蓋をして、あの最初お米を入れた後は沸騰した方が美味しく炊けるので、最初は強火にしていきます。湯煎している間にもう一品、
同じ鍋で乾燥ほうれん草を使ったおひたしを作ろうと思いますが、これもとっても簡単です。タケノコご飯と同様に耐熱性のポリ袋にほうれん草とお水を入れるだけです。空気が入らないように袋を結んで5分ほど湯煎すれば完成です。同じ鍋で一気にできちゃいます。それでは開けていきたいと思います。これでちゃんと出来上がってるんですか？はい、あの良さそうですよ。なんかいい感じにできてる。美味しそうですね。わあ、熱々の炊きたてご飯のようになってますね。はい、お茶碗にこのまま。あ、袋のままですか？はい、でこうすることでお茶碗も洗い物が減ります。こういうことが大事なんですよね。災害時本当に水は貴重ですからね。そういった意味でも一つの鍋で2品できるっていうのはいいですよね。本当にふっくらしたお米です。おいしい。なんかご飯がちょっと硬くなったりとか水分が多くなったりするのかなと思いきや、なんか炊飯器で炊いたような本当にちゃんと美味しいご飯ですね。はい、あとなんといってもこの炊き込みご飯の素は具がたくさん入ってますから、タケノコのシャキシャキ感だったり、でご飯のもっちりとした感じだったり、いろんな食感を同時に楽しめる。あの特に災害時こそなかなか食べれないものになるので、だからこそ食べれるとより気持ちもほっとしますし、あの元気が出ますよね。さて備蓄に続いては万が一の地震のリスクについてちょっと考えてみます。今南海トラフの巨大地震が心配されていますが、振り返ると東日本大震災、そして2018年の胆振東部地震が記憶に新しいところですよね。では今後北海道で大きな地震の可能性はあるんでしょうか。北海道大学の専門家にお話を伺いました。実はですね、北海道の特に太平洋側では南海トラフ以上に次の地震が切迫している、いつ起こってもおかしくない状態だというふうに考えられています。こちらは道東の白糠町が巨大地震をシミュレーションした CG です。地震の周期を考えるといつ発生してもおかしくない状況だそうです。まあ、日本海でもですね、例えば奥尻の津波ありましたし、オホーツク海側ですもですね、実はあの小さかったんですが津波があるような地震が起こってるんですね。ですから北海道は日本海、そしてオホーツク海、そして内陸についてもやはり普段から十分に準備をしておく、これが必要かなというふうに思っています。後悔しないための日頃からの備え。そこで無印良品で今話題の防災用品もご紹介します。例えばこちらは折りたためるヘルメット、とっても軽いんです。しかも折りたたむとこんな感じで A4 サイズになって本棚に収納できるほどコンパクトになるんですよね。またこちらのハンカチもアイディア商品なんです。緊急時に例えば包帯にしたりテーブルクロスにしたりと、ハンカチの活用法が16通りもイラストになって書いてあるんですよね。他にもおすすめのもの何でしょうか？はい、こちらのキルバッグです。キルバッグ、はい、これ普通のなんかコートみたいですけど、はい、一見本当にただのコートなんですけれども、実は11個のポケットがついておりまして、そちらに防災グッズなどをしまっていただくことができます。11個もポケットついてるんですか？はい、実際にポケットにいろいろと入れてみました。懐中電灯ですよね。あと必要なのは携帯電話の充電器も本当に情報が大切ですしね。そして背中を見てみるとポケットがちゃんとあって、ストールなど防寒できるものも欠かせませんよね。はい、何かあったらもうこのキルバッグを着て避難するっていうものです。10個入れてみたんですけれども、すっきりとした着心地でした。あと私1個入れるとしたら、あとこれかなというのがありまして、はい、甘いものです備えるっていうのもいいんですもんね。あ、はい、もうあの甘いものおやつぜひぜひ備えてほしいです。これ好きなんですよ、はい、これ。あ、もう好きなものはどんどん備えてください。低体温症の予防という意味でも、糖分早く体の中で体温につながっていきますので、体の温度を保つことにもつながるっていう。そうなんですよ、ぜひぜひ備えておいてほしいです。備えってこういうものでもいいんですよね。食べ物そして防災用品の備えが重要なんですが、
万が一の時どのように避難するのかも大切です。村雨さん、はい、どう逃げるのか、私先月札幌の小学校で行われた避難訓練に参加してきました。こちらで避難訓練が行われるということで私も参加します。6年1組です。皆さんおはようございます。元気に挨拶ありがとうございます。お邪魔したのは藻岩南小学校です。今回は雪が積もった時期の授業中を想定した避難訓練でした。この後訓練のサイレンの音が流れます。ベルが鳴った瞬間に一気に皆さん着席しました。近くの家で火災が発生しました。正面玄関へ避難します。この1年で4回目となる避難訓練だったので皆さん落ち着いてはいるんですけれども、そう、行動はとっても素早くて、冬の避難ですから寒さ対策としてコートを羽織って外に出ました。開始から4分37秒で避難が無事に完了しました。ご家庭では何か備えてしてますか？火事とか地震とか起きた時用に非常食だったりライトとかは結構用意していますね。じゃあご家族の方とそういう防災についてどんなことをお話しするんですか？やっぱり冬とかにもかかわらず避難の仕方とか、もしはぐれた時の待ち合わせ場所とかを話す機会はあります。ああ、そうなんですね、はい。もちろん一番最初は命を守る行動が最初なので、外へ早く逃げる、安全な場所へ早く移動する、でそこでこう寒さから身を守りながら待機ができるということで、まあ、服装のことも常々、登校する時の帽子や手袋、あとまあスキーズボンも履いてきた方が望ましいということはご家庭にお願いしているところです。防災に関して年齢って関係ないとは思うんですけれども、小学校6年生でこれだけしっかりと防災に向き合っていて、それを常に考えている、日頃の中でどうするのかっていうのを考えるのがいかに大事なのか、さらにこの寒い時期ですから逃げた後その先で命をどうつなぐのかっていうのは私たちもしっかり考えなければいけないなと思いました。いや、だからむしろね、お子さんたちの方が学校でしっかりとこういうことを訓練してるんで、大人の我々の方が本当にちゃんと考えてるかなってことはちょっと自分自身も反省しなきゃいけないなと思いますよね。防災は特別なものではなくて日常の先にあるというものを心の中に、ずっと考えておきたいなと思いますが、STB ラジオでは今度の日曜日、防災を考えるスペシャル番組を放送します。私北本が震災から12年、津波で大きな被害を受けた宮城県南三陸町を取材しました。今北海道の人たちにどうしても伝えたいことがあるという方々のお話を聞きました。さらに防災は面白いと話す専門家の方がいらっしゃいまして、ゲーム感覚でできる新しい防災を教えてもらいます。防災新常識、北海道だから始めよう、 STB ラジオで日曜午後6時から3時間生放送です。まあ大丈夫だろうって、これが一番の敵になりますんでね、とにかく備えておくってことが大事になりますね。